こんにちは、えー、今日はですねあまりにもいい天気なのでちょっと京都の風景をね少し感じてもらおうと思いますまだ紅葉はしておりません後ろの比叡山もね積山赤い山といってね紅葉すると赤い山になるんですこのように西日が今ぐわっとまぶしいんですが西日が照ると非常に綺麗な紅葉になるんですけどね、まあ、まだそこまでは行っておりません えー、今日はですね、まあ、認証で割とよく使うもので、えー、皆さんの役に立てていただけるかな、というようなもの、それと、えー、患者さんでもエキスでもね、えー、ああ、こんな病気にこんなふうに使えるんか、というヒントを得てもらえればありがたいので、えー、むくみの人は非常に良いので、むくみ。で、まあ、むくみだけだとね、ああ、足がむくんでるな、とかね、顔がむくんで腫れてるな、しか思い浮かばはらんと困るんで、これの 根拠が、まあ、水の代謝が異常であるということで。で、それを治す一つの薬です。あの、全部これでじゃない。今日は五者人気眼。で、主にこれの中の、あの、牛の膝のように足腰を丈夫にする五肢という植物を後でちょっと説明します。で、まず、あの、五者人気眼使ってね、あの、良くなってる患者さんの例をちょっちょんちょんとまず見てもらいます。 えー、例えばですね、この患者さんを見てもらったらわかるんですが、膝の上が腫れて腫れて、もう水がいっぱい溜まってるというようなのに対してね。まあ、あのー、これを、ま、どう水をさばくかと。これ、後で水のさばき方、これは後で説明します。で、ここに20倍な棒容疑と、107番が五射人気眼です。この1つ二つ出してるんですが、 今日は、防容疑等の説明じゃなくて、この5者人気癌これを主に説明します。臨床でこういうのはたくさん使うんです。えー、他にも患者さんのこれ処方の中で、えー、あの、液数は5者人気癌例えば、煎じ薬でもね、よくこの5質というようなものを使います。で、これ、これ自身は5者人気癌じゃありません。 処方としてはね。だけど、後で説明するように、五者人気眼の一つ一つ全部やっとったら、この10個ぐらい省薬が5室、射前子、八味未眼の8つのでなるんで、全部はやりません。今日はね、主な牛の膝のように足腰が強くなるという、もう5室に絞りたいので、まあ、患者さんの処方に、例えばこういうふうに五室っのなものも入ってきますので、まあ、5者人気眼ね。どういうふうにいかいうのこれから説明していきます。 で、あのー、さっきも足の膝がもうめちゃくちゃ腫れてた人がありますが、これは整形外科に行ったらね、注射器で水を抜いては、またなんとか水を抜いては、の繰り返しになるんですが、もうそんなことせんでもこの人はだん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 腫れが引いてくると。で、そういう時に、まあ、五射人気眼の中身は、あの、エキス製剤では107番。で、五質と射前肢プラス、 八味地黄丸という薬からなっております。で、八味地黄丸というのは人気丸とも言います。で、腎臓を強くするという薬です。で、中身は六味丸プラス、軽視プラス、武士というので、これが八味地黄丸。で、五、射。で、今日は主には五、五質だけを後で説明します。で、こういう薬をね、 あの、さっきは膝の人に、あの、えー、見てもらいました。膝に関節水腫って言って、膝に水が溜まる。これ非常に多いです。膝に水が溜まる人って非常に多いです。で、えー、あと、足がむくむ。これは一緒に起こる人もおるし、こっちだけが起こる人もあおりますが、足のむくみの人も非常に多いです。で、あ、 五者人気眼ってそんなむくみと関節水腫みたいなだけに使うんかなと思うとそうじゃありません。たくさんのあの病気の人で、例えば、えー、ここにも書いてある甲状腺機能低下症というような人はですね、えー、足腰、まあ、足が特に冷えて水が溜まりやすくなります。こういう,ような人にもいいし、えーまあ、血圧で、まあ、あのー、 血圧で足がむくむとかね、いうようなことにも使えますし、それと、もう何回も何回おし、もうおしっこ夜いっぱいいっぱい行って貧乳になるというなんでも、実はこれは、まあ、ご質じゃない、こっちの写前紙の方が主にその水を抜いてくれるんですが、ご質問抜いてくれますが、あの、利尿作用があって、利尿だったら貧乳になるかというと、そうじゃなくって、蝶弁んんがたくさん出ますので、夜行かなくなるとか。で、緑内障って目の病気。 目の病気でも、足と全然関係ないようですが、この前も、同病位置、異病同値というようなことを言いましたが、要するに、この一つの薬で、異病です。全然違う病気だけども、治すというようなことがあって、緑内障もね、目の眼圧が高くなって、目の、その、水の代謝が、まあ、狂うんです。これを良くするというようのにも、これも使うことがあります。で、あとはね、あの、 単に水が溜まるとかなんとか言うよう取ってくると、やっぱり足腰が弱まる。痛い、ね。で、足腰の弱まる人、これを若返らせるとか、強くするとか、元気にするっていうのが基本的に、人気がんという、まあ、蜂蜜がんまたの名前は、ここは、あの、人気がんと言います。腎臓を強くする。まあ、腎臓って言っても、漢方の場合は主に足とか腰とか。 骨とか、こういうもんです。で、まあ、もちろん、これは、これは冷える。冷えると足がよくむくむ人がいます。で、ネフローゼだとか腎炎とか本当にまあ腎臓でむちゃ、むちゃむくれというような人もいます。で、糖尿病で、だいたい糖尿の人は腎臓がよくやられるので、透、え、析、ー、に行ったりする人が多いんですが、それに行かないように、事前の段階でちょっと足がむくむような時に、これを使うと足の水も、 え、引いてくるし、糖尿病も良くなる。というようなことで、まあ他にもですね、この五者人気がんというのはいろんな病気に使うことができます。で、皆さん、エキス製剤なら、まあ簡単に日本中どこでもほとんど手に入りますから、使ってみてください。で、次にね、これの今日は水の代謝の説明をもうちょっとして、5室の説明に移ります。では先ほどのね、いろんな病気にこれが使えるというのはですね、実は漢方はですね、水の代謝、 に関しては、まあ、僕はよくこの例えを出すんです。これはですね、急須です。急須を見てください。ここにポチがあります。このポチを、ちょっと塞ぐとですね、醤油差しでもそうです。水は出てきません。で、これのことを漢方では、肺の働きというふうに言います。要するに、水の代謝っていうのは、まずは胸がよく動くかどうか。 まあ実は漢方では、肺は通腸水道作用というような難しい言葉を使いますが、通腸、通じさせて調和を保つ水の道、水道作用というような、だから胸の呼吸が良くなったり、こう開いたりいうようなことだけで、なんでえ水が動くのっていうんですが、実は、 非常に大事なことで、この、あの、水の代謝を考えるときに、これを、蓋をポンとしてください、というときに、肺が非常によく動くというようなことは、運動に関係します。よく運動して歩いてください。そうすると肺がよく動きますよと。これだけでも、足のむくみでも取れるようになります。足のむくみ取るのに、なんで胸を動かしたらええんや、って言っても、実は漢方では、肺、脾、腎この、 三つの因が結び合わせて共同作業をして水の代謝をしておりますと。主には。ということで、まずは一番上は、はい。次に、急須が大きいか小さいか。小さな急須だったらちょっとしか水は出ません。大きな急須やったらばっと水が出ます。水でもお茶でもね。で、これが、脾臓の働きと言います。で、まあ、主にはこれは、現代学では、胃腸、 で、ここで一番大事なのは食べ物です。食事療法。運動療法、食事療法。まあ、あんまり冷たいもの食べない。あんまり脂っこいもの食べない。胃腸をいたわるような食べ物を食べる。こういうふうなことをすると、実は水の代謝が良くなって、いつの間にか、まあ、むくみも取れる方へ、共同作業をしてくれます。で、次に、急須のね、ここのポ、この、これがまあ、腎臓。 こいつが小さければちょろちょろっとしか出ません。大きければドバーッと出ます。というふうに、まあ、腎の働きも大事。で、まあ、ここではちょっと今、今回五者人気がんという漢方薬を出しまったので、これを助けるのこここ、これでも漢方未来ありますよ。ですけども、あの、まあ、漢方の方で、今日は五者人気がんそれと、腎臓を強くするのもね、やっぱり運動非常に大事です。あの、 漢方でいう腎臓の一番は骨を強くする。その骨はですね、何も骨粗鬆症の薬を飲むんじゃありません。ドン、ドン、ドン、振動を与える。そうすると、えぇ、ー、臓骨細胞というのがね、たくさん出てきて、もう全身にいろんなハッピーホルモンを出してみたり、いろんないいことをしてくれて若返ってくる。そういう意味で、あの、腎臓というのはね、運動によっても良くなります。で 漢方薬、僕たちは処方してあの飲んでください言うんですが、生活指導ではね、えー、先ほどもカルテにちょろっと書いてて、まあ見てもらったと思うんですが、いつもこんなことを例えにしながら説明して、薬は今回、主にはこっちだけしか出してませんが、というのはたくさんの薬をね、これもこれもで一つの薬がないから、一個ぐらいメインのところを出しておいて、あとは運動をやってください、食べ物をやってください、 という日常の生活の方を重視します。で、あの、その中で、まあ、今日はね、御社人祈願、ここを漢方行ったんですが、その中の一つの成分だけを今日は主にやります。五室。五室というのはですね、あこの、その辺の、えー、まあ、空いた土地なんかにね、もういっぱい生えてます。もう、え、いのこという、もうね、えー、雑草です。で、 この五質だけど、名前が見てください。牛の膝のように足腰が丈夫になる薬。名前が、あの、作用を表しています。で、これの主な働きは、血の滞りを取り除いて痛みを止める。足が痛い、腰が痛い。特にこの先ほど一番最初のは膝が水が溜まって痛い。 こう,いう,ようなことを良くする。各決続けば、あのね、これは生理の方にも関係するんですが、まあ、ここは今、婦人からくことはちょっと今回は置いときます。ですが、基本的にこ,こは同じことです。血の巡りを良くします。で、えー、今回の五者人気眼の使い方は、こっちです。保液肝心。要するに、肝と腎をご利益があるように補ってくれますよ、というあの作用があるんです。で ま、肝心要というふうに言いますが、要がついている字はね、さっき腰板の腰言うの。腰は体の中で一番要があるのは心臓でも何でもありませんよ。腰です。まさに体の要は腰です。で、えー、この、えー、肝心要のをご、ご利益があるようにしてくれるのを補ってくれると。まあ、あの、 主にじ、まあ、今回、人にしてますが、肝も人も肝にも、血の巡りの方は肝に働きます。そういうことで、あの、語質というのはね、蜂蜜溶岩に、語質と遮然詞。まあ、この遮然詞は今回説明は省きます。で、語質というのがね、牛の膝のようにとにかく足腰を丈夫にする。で、水をさばくだけじゃありません。足腰をとにかく丈夫にする。で、若返る。 であの加工というのを書いてあるのはた、ね、いこの薬はほとんど下向きに作用しますあの上向きにじゃなくて下向きに物事でいろんな薬がだから足や腰や下へ下へとこれは運んでくれます漢方薬では陰形薬といってね引っ張ってくる薬下へ向かって引っ張りますこの薬はだから 例えば目で眼圧が高くなっても下へ引っ張ってくれる血圧で上へ上ろうとしても下へ引っ張ってくれる要するに何かを下向きに作用させたい時に漢方薬は誤湿というものをよく使います。で今回ね誤射腎機がんで、えー、一つの生薬としては誤室本当はこの辺からイノコづ引っ張って抜いてきて、えー、持ってきたらよかったんですがまあそこまでは行きませんが。 まあ、あの、今回はそこで、ね、五者人気がんのむくみに対する治療と、ありとあらゆる水の代謝のいろんな病気に使えるということを理解していただいたらありがたいと思います。